環境広場札幌2018は、未来を考える総合環境イベントとなっております。その中で、日産自動車は日本電動化アクションブルースイッチ活動の一環として、北海道の皆様に EV の普及にとどまらず社会変革の種を育てていこうということで、今回出展を企画させていただきました。大きく3つのイベントを催しております。まず1つ目がワクワクエコスクールの開催になります。ワクワクエコスクールではお子様の皆様が、環境問題を通じて電気自動車の重要性を感じていただくようなイベントになっております。リーフのモデルカーを使って実際に、電気を作って、その電気を使って走らせるというような実験コーナーも設けております。2つ目が、リーフのオープンカーの展示になります。今回のイベントがリーフのオープンカー一般初公開となります。北海道の皆様に身近に感じていただけるように車の中に乗り込んで写真を撮っていただき、 SNS を拡散していただいた方にブルースイッチロゴが入ったエコバッグのプレゼントもしております。3つ目がリーフの試乗会になっております。電気自動車ならではの滑らかな加速だったり、最新技術プロパイロットパーキングだったりを、体感していただけるようなイベントになっております。今回のイベントを通じて子どもたちが環境問題を学び、それをもってご家族の皆さんで電気自動車 EV の重要性を一緒に考えてもらえるような機会になればいいなと思っております。これからも北海道でリーフの普及活動っていうところを頑張ってまいりたいと思います。